ナイトマジック、僕らこんな風にワンスタイムずっとパーリー、楽器持ったら常にパラダイス、馬鹿げてる世界の夜を打つ富を捨てる、言うなればロックのマナーって感じ、火を吹くようなメッセージバキュー、例えばミッキーサックスでカモン。5年の真夏に初めて聞いたサマージャム95、あれ以来僕らこんな風にエビタイ、誰かとワンタイム輝いてる、今輝いてないけど、どの子の言ってる場合じゃない、ほら夜が始まりのサイン、パーリーピーポー、自身が、はい、な求めてる俺のことを求めてます、求めてる、おっしゃやろ今日のブリマ、ちょっと待ってください、はい、今日のブリマ何ですかこれ、サンデーカミデーと役者、役者ね、はい、まあなんていうか一見その関係なさそうで、はい、まあ多少ね、やっぱり僕ももうこれだけ生きてきたら、はい、役者というものとは微妙な関係があるんですけど、まあ、関係するというか、まあその僕あのヒーロー戦隊の、ああそうか、そうですね、ヒーローの中に入ってたんで僕は、はい、だからまあ、台本読みして、はい、で当日こう肩合わせして、はい、でこうショッカーと戦うみたいな、まあ、はい、最初あれ1年目は1年目っていうか最初は怪獣から始まるね、はい、まず怪獣みたいな音と一緒にこう動く練習して、はい、オッケーオッケー、じゃあ神谷君じゃあ次本当の怪獣に入ってみようっつってそうそう、そのあれあの事務所で、大きい事務所で怪獣入って、はい、でもう一回行くよ、でガチャッつってなんかテープ流れたら、はい、ウィヨーン、ウィヨーン、ブォーッつったらそのあの火がバーン出るみたいな感じで、はいはいはい、こう出てる感じね、うん、でそれができたら次あのショッカーになり、はい、そしてヒーローになり、で、はい、それが黄色とか青とか緑が最終的には赤になると、はい、あ、やっぱ色の段階もあるってことですか。そう、やっぱりほんでその小説にも書いててんけど、はい、その多少ちょっとその、はい、足っていうね小説に あの自分の小説にもちょっとその話出てたんですけど、はい、そのやっぱりななんつうかそのヒーローショーやけど、やっぱそこにヒーローショーをやってる人らっていうのは劇団とバンドを足して2で割ったような集団やねん。なるほどね、そうですよね。そうやね、その完全なる劇団でもない、ね、そうそうそう、で、ほんまにギリ食べれるぐらいなんかな、あれ多分、うん、で、その多分俺らで一番下の入ったばかりの時は、はい、日当5000円やって、おで、まあ言っても
拘束時間は長いねんけど実動はめっちゃ少ないから、はい、楽やねんけど、けど毎日あるわけでもないし ね、ヒーローショーそれだけで一本でっていうのも、そうだから多分なんかその掛け持ちとかしながら、うん、まあのみんなやってはったんやと思うんだけど、一応マネージャーさんもおって、あ、じゃあちゃんとしてるというか、ちゃんとしては、はい、まあまあ言ったらその会社の事務所も借りてるから、うん、で社長もおって、はい、だからまあ何十人と抱えて、でそのここはこの現場、この現場みたいな感じでやんねんけど、はい、大体でももうそのリーダーが、はい、はもう一人やで、でこのリーダーが現場がかぶった時にリーダーの代わりをする、赤に入れる、レッドに入れるやつがおらんっていうので、神出くんを取ったのよとかマネージャーマネージャーに言われたりして、そういうそのね、マネージャーはほんまに、やっぱどこの世界もそうやけど、はい、マネージャーやっぱあの女の人がいいよね。あ、やっぱり女の人がいい。男の人僕は女の人の方がいいかもしれないですね。なんかそう、いや男なんつうか、花かみたい、今花猛烈に今花がかみたい。ティッシュ、これすごくない、このなんかその花粉っていうか来てますよね、 PM 的なもんが、うん、なんかあの粉降ってるよ外、うん、結構な感じだね。画面から消えちゃった。いやけどさ、その、はい、なんかその女性の人の方が、はい、なんかその誰かを好きやん、多分何の世界でもそうやけど、うん、分からんけどね、あの、まあまあ、誰かを好きやん、はい、誰かを好きっていうか、はい、その例えば野球部のマネージャーやったら、うん、多分野球部の中の誰かが好きやん。まあね、そうですよ、ね、まあそうやん。で、そのバンドのマネージャーとか違うとき違うけど、うん、バンドのマネージャーもあるんかも分からんけど、うん、やっぱりその、劇団というかそのヒーローショーのマネージャーも、まあ30歳ぐらいかな、あの割と綺麗な女の人やったけど、はい、そのもう確実にもう絶対誰もが分かるぐらい、そのリーダーの40歳ぐらいの人のこと好きや、ね、うん、絶対もう分かると、分かる、もうなんかもうなんていうのな、その何でどうやってこうっていうわけじゃないんだけど、うん、もう確実に好きやね、それは。でそのリーダーはまたな、その気持ちを分かってながら、はい、そのそんなんじゃない空気めっちゃ出すね俺そんなんじゃねえからみたいな、はい、俺マジレッドだから、はい、レッド、まあ、でもそれを出しさないと、うん、なんかバランス取れないですね。そうね、そうね、やっぱレッドっていうのは、そのリーダーはもう絶対だから、その登場っていうか、はい、あの俺はまあバイトやで、はい、ほんでそのみんな集合して向かいましょうとか、あのそういうだから一緒にお昼休みに食事行きましょうとか、一切同じ行動取れへんねん。田村正和的なもんやで、だからそのどういうこと、人前でご飯食べへんみたいな、役者は、はいはい、みたいなことで、はい、田村正和は食べへんわけや、人前でご飯を。もうリーダーもね、もうなんていうんかな、誰に似てるかっつったら、うん、昔の、はい、若い頃の、はい、笑点の山田くんにそっくりやん山田さんというか、もう今ちょっと変な、ちょっと変って言ったらやけど、作られますもんね、なんでそのパーマやねんっていうのをずっと最近、はい、この近年当ててるやん、はいはい、山田くんは、うん、あのパーマはちょっと俺やったらほんまに、うん、あの知り合いやったらやで、うん、一言その物申したいけど、まあそのブラウン看護師やからな、ブラウン看護師やから、それはもうそれはもう元気でその座布団登場してくれたらそれだけでもういいですよ。ただあのパーマはちょっとまあちょっとどうかと思うけど、そのパーマかける前の若い時のあの人に似ててリーダーはすごい、でもスタイル良くて身長ちょっと低くて、はい、あのまあ、そのリーダーレッドとしてはちょっと身長が低いということで、はい、ちょっともう自分でも気にしてはってんけど、うん、その最後やっぱ僕も2年ぐらいやって、あ、じゃあ結構やっ
結構そうやってもう怪獣とか、はい、ショッカーほとんど飛び級して、はい、2回目からもうブルーになって、はい、それもう1年ぐらいみんなショッカーから怪獣すんねんね1年はでも俺はもう2回目からブルーやってすごくないもうブルー飛び級じゃないですか飛び級やでもうブルーもらってしまってもう分かってたけどオーディションの段階でオーディションの段階でちょっとちゃうねそのな、うん、何が分かってたかっつったらな、はい、そのやっぱこの最初のオーディションでもう100人もらんかったかも分からんけど、はい、100人ぐらいの人らが体育館みたいなとこ集められて「はい、ヘイいやー」とか「いや」とかやんで、はい、でまたこれまた身長がな、はい175以上からやねほうでもうじゃあ結構絞られる絞られてくんねんしかもそのでもほんで175以下の人は怪獣とかショッカーはいけますよみたいな、はい、とこもあるしあと、はい、その若干やっぱりそのなんつうの空手的なもんを若干習ったおかげで、うん、キュッてこうちょっと綺麗にあのパンチが出てるね君はみたいな感じでもうそのオーディションでリーダーにもここもう目つけられて、うん、ちょっと君もう一回打って、うん、ここに打ってって言われてはいって打ったうん来てるみたいないいあのねうん、うん、俺からちゃんと名前なんえな上え上出ですとかね上出君のことをちゃんと俺言っとくから俺待ってるからって言われたから俺でオーディションでなかなりじゃあリーダーやる前から期待されてる期待通り頑張って、はい、2年経ったら、はい、リーダーと世代交代の厳しい戦いが始まってガチのやつ始まってでリーダーも40ぐらいから、はい、そろそろそのなんか企画とか脚本とか放送作家的なもんやな、うん、言ったらそっちの方にもうその前第一線はちょっと、うん、舞台としては厳しいって、うん、膝が痛いとかなあるやん、いろいろやっぱり KTR さんみたいに手が痛いとかもあるやんやっぱりどっか痛いねやっぱり40ぐらいになったらやっぱりその体張ってやる仕事やから、うん、だからまあその、まあ、俺が世代交代するみたいな感じになってんけど、うん、まあそのブルーになっても、まあ、お給料もそんな上がらへんから、はいはいでその俺別にそこにその雇われて契約したわけじゃないからまだアルバイトの体でやってたから、うん、でこれはまあもうどこまでやってもこれもこの世界一緒やなと思って、うん、なんかそのあんまりこう乗り気じゃなかったんけど、うんまあ、リーダーは世代交代やっぱり、うん、お前とできるなら本望やから、うん、みたいな感じで俺お前がいてくれるんやったら俺は、うん、レッドお前に渡すって言われて楽屋でもう軽症のうんへえってへえってなるやん、うん、マジでそのうんいや分かるんすけど、うん、そのいやそのレッドにそこまで、うん、押されその僕の人生ねみたいなとこあるやん、うん、ほんでそのレッドっつってもそのまあ若干重いですもんねそれレッドの責任は重いよ本当に、うん、その各もう各ヒーローショーの会社の、うんレッドを背負ってる人は本当にそのいろんなものを背負ってその会社のエースとしてやってるから、うん、それがもうそのちょっと重いし、うん、むずいやんそれもほんでそれ楽屋から出て行ってまあどうやろうとか思いながら考えてたらマネージャーが来て「上根君本当に私はまだリーダー私はまだ見たいから私はまだリーダーのステージに上がる姿、うん、見たいからあそういうのに書かれたそうそう行間を読むと諦めてほしいというか、うん、逆にちょっともう引いてほしいそうそうそうあなたまだそのいろいろやれることあるからみたいな感じやってそれ以外でもできるんちゃうかっていうそ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 の絶対好きやん、うんまあ、でそうですよねでそのやっぱそのそういうのがそのドラマを生むよねやっぱ好きマネージャーが女の人で、うん、やっぱその誰かのこと好きでそうですね別にこう甲子園連れてってよ的なやつが、うん、その人にかける的ないいよねだからやっぱマネージャーやっぱその男女やったらそのいいよねだから、うん、その男、うん、そうですね、ま
そのスポーツ系の話やけどな。あ、うん、まあそうですかね。まあバンド、漫画はちょっとまた特殊ですもんね。バンドの一番最初のあのまあ担当っていうか、いろんな何組も担当してるけど、はい、俺らのバンドも担当ってなったら、その19とか20歳ぐらいの時のマネージャーは女の人で、はい、40歳ぐらいの、はい、まあ、そこそこなんかやり手なぽっちゃり美人やった。それ大好物のやつじゃないですか。俺一番好きな、はい、大好物とかもそういうちょっと下品なことはやめてもらっていいかな。このぽっちゃりに関しては、はい、これはその崇拝、これ言い過ぎたわ。崇拝は言い過ぎた。まあでもその高野由里卿やからね。ほんまに好きなんでしょうね、そういう人って。ほんまに好きなんですよ、ね。ほんまに好き。なんかその僕おとついまで、はいはい、名古屋で名古屋おったね。おでなんかロバートの秋山さんって、うん、はいはい、今なんか結構顔を真似じゃないですか。やってるよね。その目見や体を体真似みたいな。それやってたんですけど。え、本人が本人来てて、 あそうなん、見た、生で見たん、あの芸めっちゃおもろかったんですけど、あれ見たいわ。で、なんか楽屋でこう、まあその前に、うん、なんかその子持ちのママさんとはしゃべる、しゃべる悩み相談みたいなイベントがあったよな。そういうコーナーで、コーナーでロボさんとの秋山さんとかも出てて、うん、本気で口説きかけ、はいはい、まあなんかネタかなと思って、まあまあ、なんかやってたら、うん、楽屋で本気で大きな感じでしたから。いやでもそれ、ね、でもそのママさんとかじゃないで、その俺は、うん、まあなんかすごい、まあその人も不幸な方で、なんかまあなんか番組的な用の話、うん、キャラ的かなと思ったら結構やっぱガチやねんなっていう、そのいやけどな、付き合ってる人は細かったりするね、結果。そうなんですよね。そうや、結婚されてますもん、うん、細い、ね、奥さん細い、多分そうなんでしょう、うん、なんか違うものを求め、それはな、そういう、まあ、人のはちょっと分からへんけど、うん、まあだからその、例えばな、うん、車乗ると買うときに、うん、その、ジープ買うか、はいはい、スポーツカー買うか、はい、みたいなことや、はいはい、どっちもかっこええ、うん、そうですね。でもそれ、まあ車とか、例えば、うん、例えばその、カレー作るときに、はい、じゃがいも入れんのかとか、はい、まあそれもほんまに趣味です。なんかそうそう、あれですよね。そうそう、それと一緒です。その、うんうんうん、スープカリーなんか。か、そうですね。ドロッとしたあの、カレーなんか、カリーなんか。カレーの、いや、なんかね、ありませんね。ジャワはカリーやで。でもそのボンはカレーなわけや。そうですね。なんか、ドロッとしたドロッとさせるんか、ぐらいのことやで。うん、でもそれが、でも高野由里っていうものは、ちょっとその、その中でも、うん、だから言ったらジープの中で言うジープオブジープ、うん、1948年製、うん、ドイツなんとかなんとかみたいなぐらいの最高シルエットをしてるわけよね。そのファンの間からは、そのジープも、うん、だから高野よりそのちょっとふくやかなファンの人たちの最高級よね、多分高野ゆりさんが、うん、でまあその次がマライア・キャリー。あ、マジですか。で、その次が呉町優子。それはちょっと、それはそのどうなんですか、誰なんですか。呉町優子さんっていうのは53歳ぐらいのアダルト女優やで、はい、日本が誇る、はいはい、で、この人は、うん、現役なんですか。現役やね。おお、すごいですね。この人は、まあ、今本当に国内最高峰の、はいはいはい、美人とか熟女とか、はい、例えば人妻とか、はい、まあ、そういうちょっとそういうちょっとエロスな言葉ってあるやん、はいはいはい、なんかそういう部分、そういうワードある、ね、うん、はい、まあその、女教師とかあとなんつうんかな、女、まあまあまあそういうちょっとエロスな言葉を、うん、54歳にして、はい、あのこの人しかおらんと言わしめれる監督たちからすごい女優さんやね、でもこれをあんまり説明してるとちょっ
ちょっと変な感じになる話や、あるやん、これ、うん、でも、そうなんすね。でもこれな、なんかな、仙台かどっか、仙台のライブかな、天才バンドの時に、はい、キミオ君にシャンデさん1位誰ですかと、うん、いやもちろん1位は高野由里さんですよって、2位はマライ・キャリーさんですよっつって、あ、今日にのマライ、うん、ライブ、ライブでね、はい、で3位はっつって、うん、キミオ君が、うん、3位はここではどうでしょうみたいな、うん、こうライブ会場でここでどう言う、あ、言うべき、言うのはどうでしょうって言ってんけど、はいはい、じゃあ僕が言いましょうかってキミ君が言ったから、はい、いやキミ君が言うんやったら僕が言わせてください、クレマチユウコさんですって言って、はい、言ったら、うん、見てくれ、なんかツイッターかな、喋ったんかな、その仙台のお客さんで、うん、クレマチユウコチェックしました、あ、チェックしたんや、もうって言ってもらって、はい、ツイッターかなんかで、ライブの後に、うん、すごく元気もらいましたって女性の方から。だからそのどういう目線なんやろ、だから54歳にしてだからすごい美貌や、はいはい、でそのなんていうの、女性からしたら、はい、見たら分かる、とにかくそのはつらつとして、うーん、なんつうんかな、今一番いるものを持ってるってことやな。マジっすか、高野由里も持ってるやろ、今一番日本にいるもの、日本っていう国に今一番何がいるかっていうのを高野由里は持ってるわけ、うん、ラメ感、うん、このデコルテのラメ感とかやっぱ日本には欲しいわけ、はいはい、分かる、今日本に何が一番足らないですかってこう聞かれたら俺は ラメ感やと思うで、俺は日本にで、これが2位がマライア・キャリーさんやね、これは、はい、まあ、もちろんそのアメリカでも日本でもヨーロッパそして南半球全てにおいて欲しいものを持ってる人、みんなが欲しがるもの、はいはい、富とかじゃないで、はいはい、すごいね、栗町優子、栗町優子さん見た、画像検索した、それ本当にすごい、だからマライア・キャリーと全然引け取らへんやろ、栗町優子さん、まあ、同じ感じっすね、うん、その、世界観が、いや、だからな、やっぱ基本的にはその、うん、日本に住んでたらやっぱりな、うん、八木さんがよう言うたもんで、ブラジルの人聞こえますかってことあるやんか、うん、やっぱ反対から考えながら、物事は、はいはい、わかる、だからブラジルから考えた場合、はい、やっぱ全員通用するよね、その、高野由里さんとマライア・キャリーさんはもう通用してるかもしれないけど、栗町優子さんも、うん、日本でも通用するし反対側でも通用するっていうのはやっぱ反対から考えてるよね、やっぱり何がなるほどね、でもその役者で言ったら、役者つながりで言ったら、まあその栗町優子さんかな、サンデーカミネと役者で言うといろいろ喋りましたけど、最終サンデーカミネと栗町優子ってことで、ただ僕はその、作品をまだ見たことがないんですよ、その人。え、マジですか？うん。それは見ないと。でもすごい、もう画像検索よりもっとちゃんとした本とかで、写真とかで見てるんですけど、はいはい、でも、その作品っていうのはちょっと最高峰なんで、うん、いつかその、うん、いつか見るうちの一つに、うん、入れてます、自分のフォルダーの頭の中フォルダーに、いつか見るやつね、うん、だから例えばいつか見るやつ決めてますか、 何をすか、例えば矢沢永吉さんをいつか生で見るとか、あ、それね、 いつか見るやつね、その今見てしまうと、うん、なんかそれはそれでタイミングじゃないんじゃないかなぐらいの ぼやっとしたやつでいいんですけど、あ、いつか見るやつね、見れるもんなら、ね、一生にしては見ときたいみたいなとこあるじゃないですか、ありますね、だクレーマー千代子さんも そのうちの人です、うん、矢沢永吉さんも前、はい、早いこと見なあかんなとか思いますけど、うん、僕で言うと、まあ、矢野明子さんとかね、うん、は見早い見なあかんな、あまりがっつりライブしない、ね、されてないです ね、 ね、僕はでも清水美智子さんは生でも
去年見たので、ああのちょっとこうなんていうか、やっぱりびっくりしました。でもやっぱり、うん、何がすごいってやっぱその面白いこと言う時の発声の仕方がもうすごくて、うん、もう1000人ぐらいのホールで見たんですけど、うん、一番後ろで見たんですよ僕は、はい、あえてね、はい、それでもボンってなりました。ボンってびっくりして笑いました。やっぱその辺すごい引きを引きつける時はもうボンってバンって出ますね、はい、もう同じ他の人と同じマイク、うん、同じ環境なのに、まああとはそのミュージカルシンガーの人とか出てたんで、うん、また違うジャンルなんですけど、うん、まあまあでもそれでいいんじゃないですか。まあでもその2番今何時、まあ、あちょうどいいよねこれ、はい、子供たちに好かれる方法どないしてんお前。いやいや悩んでんのか。いや悩んでないですけど、どうなんかな、子供たちに好かれてる場合ちゃうやろ。好かれてる場合じゃない、プロデューサーみたいなもんは。好かれ誰にでも好かれたいじゃないですか。いやそうちょっと鼻かむけど、はい、子供に嫌われるよ、西浦。いや、好かれたいですよ、それは。何歳ぐらい、何歳ぐらい。10歳以内。もう10歳なんかもう大人やしな。そうじゃん。10歳はもう大人やわ、うん、大人というかもう、そのほとんど一緒やわ、多分、俺らと。あ返しとか、はいはい、多分か、ま、間の取り方とか。あそうっすね。10歳ぐらいだったら。だからそのなんか、名古屋のイメージ行ってたね。まあ、うん、4日間ぐらい行ってたんで、うん、子供のなんかそう関係の番組というかイベント、イベントで3日間、イベント3日間で10ちょい入ってた、10万人ぐらい。すごいな。だからもう子供ばっかりやん。子供ばっかりで、その子供と触れ合った西浦も。まあまあいてるんでね、うん、まあ僕そのブースでいたんですけど、うん、かわいいよ、かわいいと思った。いやかわいいというか、そのなんか嫌われてる、いろいろその吉本の芸人とか、はいはいはい、なんかいろんなコーナーがある、いろいろテレビで出てはる人も出てきて、全然なんか、なんていう、やっぱり子供受けしないですよ、ね、子供受けしない、その吉本の若手の芸人の完全に滑ってる感じのアウェー感、うん、だってそう子供にな、そうでしょうね、難しいな、子供にする。やっぱそのお兄さんは、お兄、あのお兄さん俺や、司会みたいな人は、まあそう、ちょ、あのほら体操のお兄さん、ああお兄さんみたいな人は人来てない。あのあれはあのランニングシャツのあの今よくテレビ出る人、竹井壮は来てなかったです。そういう人じゃないと無理やろ、うん、まあなんかそのフィットネス的な人は来てましたけど。あ来てた、はい、芸人の人で、芸人じゃなくてなんかそのまあ専門の人、あ専門の人、あまあそれはそれ違うよね、トレーナーみたいな、そういう、あまあまあなんか近い、 それはいけるやろ。じゃあアリソントレーナー、ね、ちょっと盛り上がってました、そのまあお母さんも。うん、でも子供に好かれる時っていうのはそのお母さんにも好かれなあかんもんな、うん、それは、うん、お母さんが好きじゃないと子供も好きにならへんし、うん、子供が好きじゃないものお母さんも好きじゃな、好きにあんまならへんからな、その子供のために行くとして。そうですよ、ね、子供が行きたいって言うから行ったら意外と良かったねってことやん多分。そうですよね、なんでこいつこんなんがええと思ってんだよな、ほんまようわからんわと思いながら来てないよねお母さんも多分。だからその子供に好かれるってことはそのお母さんとかお父さんに好かれなあかんけど、まずはね、でもそのお前の顔出しではまず子供には好かれへんわけや。いやもうめっちゃ、うん、めっちゃ笑顔でいきます、ね、いやそのもう映されへんからあれやけど、誰に似てるかなというので言ったら、うん、俺が西浦がまあ誰にってわけじゃないねんけど、はい、大阪で言ったら、はい、ライオン橋のライオンに似てるで、お前はこうやってこう生橋のな、はい、まあ、ライオンに似てるよこれはお前は。そうっす、もうひげあーであーで俺はそのスケボー出てる時ちょっと西浦似てんなと思いながら通ってるから、帰り通りますもんね、帰り通るからね。だからそのお前はその向いてへん、向いてへん子供を。自分の子供ができたとしても、はい、多分好かれることはないで、お前は。そのまあ父上お慕い申しておりますぐらいは言うかもわからんけど、はい、けどその
もう子供向けじゃないもん、そのそもそも子供向けな人ってどんな人ですか。子供向けな人やろ、はい、これがな、例えばの俺らで言うと番長とかだ。ああ、うん、子供、でもその自分が子供の時思い出したら分かるやん、うん、その自分が子供の時、うん、自分みたいな大人、うん、ちょっと嫌やったよ、警戒したよ、多分。そうなんすかね。だからでも自分が子供の時、あ、この人ええなって思う人って、うん、あの覚えてなくない。あ、もう覚えてない。覚えてないやろ、うん、でもなんかこいつやばいなみたいな嫌な人は覚えてるやん、はいはい、なんか変な人やなとか嫌、うん、やった人、うん、なんかそのだから、うん、それ嫌な人どんなやったか思い出したら、うん、その必然的に自分みたいなことになるから。ああ、ね、いやだって大体がそのだってもう言うたらまずスーツ着てないやろ、スーツをまず着てない。で、その昼ぐらいにその辺を歩いとるわけやろ、西浦は。あ、うん、仕事の合間に、はいはい、で、カレー食べとるわけやろ。そう、ね、そういう人を子供はそんなにこう、うん、どうやろうあの人と思ってるやん、まず。マジっすか。子供はやっぱその4時間目終わってやね、はい、4時間目終わって小学1年生2年生ぐらいの子がやね、帰る時に下校中にこの辺の長堀とか堀江の方を歩いてて、西浦がカレー食べに行くとこ見てたら、あいつどうやろって思われてるわけや。もう日々常に思われてんの、お前子供からな。あいつまたおるやんとか、そのスーツも金と作業服も金と私服で、何やってんやて、ひげもめっちゃ生やしてな。世のお父さんそんなにひげ生えてへん、その多少生えてても、うん、それはもうシーラぐらいのヒゲはもう、それはもうミュージシャンか役者か、はい、プロデューサー、はい、まあプロデューサーやからええけどええけど、もうそういうことや。え、だからもうヒゲ剃らなあかんじゃん、まず。そうですね、それは。あとサングラスやめなあかんで。サングラスしてない、してない、あれサングラスちゃうの。え、たまにサングラスしてない、伊達メガネか、あれは。あ、メガネですか、ね、メガネしてる、はい、そういうの、だ俺もほんまあかんで俺もその言ったら自分の兄貴らの子供おりや、はい、まあ甥っ子とか、はい、姪っ子とか、はい、全然やん、あ、たまに会うけど、一応サンデーって言ってくれるけど、うん、ありがとうって言うけど、うん、向こうも俺もそのサンデーって親にな、兄貴らに、それはちょっと、ね、サンデーやでって言われてるからもうサンデーで覚えてんだけど、うん、そうですね、もうそのそろそろ6歳も7歳もなったら、うん、サンデーって呼んでくれるけど、言いながら向こうもちょっと戸惑ってももう、うん、サンデーってなんでこの人そうなんやろみたいな、まあ、ちょっとハテナから入るんですよね、うん、最初のちっちゃい時は思ったんだ、うん、サンデーって言われてたけど、うん、最近はちょっとその迷いが見えるよね、サンデーに。はいはいはい。だからもう俺もその迷われんの嫌やから、うん、いや、それはって、うん、よしよしみたいな、ふわーってもうその喋らんけど、うん、いやけどまあさ、まあもう子供はもうええよ、もういいっすかね、もうそのおじいちゃんかおばあちゃんか好かれる行動を考えた方がいい、それは。そっちはいけそうだな、そっちはいけると思う、うん、その西浦は絶対その、うん、そっちに、うん、なんていうの、まあ、安定感ちょっと僕見せますからね、そういう時は。いや、だってやっぱ戦前の時のな、ね、空軍とかな、はい、陸軍とかの写真にな、はい、俺ようそういうのチェックっていうか、うん、歴史を勉強するタイプやから、はいはいはい、まあ見て、はい、まあ今も見るけど、はい、西浦おるもんな。いや、それはだからその60年70年前の、はい、日本人が、はい、これからやれます、やったりますっていう時の、はい、で、多分ヒゲでも剃れてへんやんか、言ったらその写真、はい、途中の行軍している感じの写真やから、はい、集合写真な、はい、兵隊さんの、はい、ヒゲ剃れてへん人もおるし、はい、西浦そっくりの人いっぱいおるで、だからその絶対お前好かれると思うわ、うーん、若い時にな、
俺の友達お前は似てるっていうとこでそれは言われたことないですよね。言われるで多分言われる、うん、俺もな、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとかその辺のって言ったらだけど、うん、はまあ意見ごとないねんけど、うん、でもおじいちゃんとかおばあちゃんその道でスケボー乗ってる人めっちゃ嫌いやから、そういうのダメですか、ね、むちゃくちゃ嫌いやから、むっちゃなんかもう見ただけでちょっと怒ってる感じもあるもん、うん、それはありますよね。そのでずっと見られる時もある、もう何やったら降りろよみたいな、うん、狭いねんからみたいなとこもあるよね。だからそのスケボーとか隠していかなかったもん、うん、おじいちゃんとしゃべる、ね、おじいちゃんとおばあちゃんな、うんうんうん、だからもうこれはだから、うん、西浦無理やな、無理っすね。そのでもなんか丸っこいそうキャラクターっぽい子は持てるでしょ、うん、逆に本当アンパンマンみたいな、アンパンマン、うん、アンパンマン丸っこいから、うんうん、そういうフォルムがね、フォルムがうわ子供、うん、ほんま、まあアンパンマンで、まあ、他に丸い、まあ、ドラえもんとかみたいな。だからなんかそのね、うん、子供のやつずっと3日間しまじろうが出てたんですよ、しまじろうな、トラのね、うん、もうガチやばかったですよ、もうほんまに、うん、もうどっちの意味、みんなもう夢中ですよね、しまじろうに、はい、薄いやん、ほんまですよ、ほんまにびっくりしました、こんなしまじろうそんな人気あるの、めっちゃ人気ですよ。ふなっしーはふなっしー出てなかったっすね、ふなっしー出てない、ふなっしー、あと誰出てた、あとキャラクタースヌーピーで、スヌーピーの方が絶対しまじろう、全然がぜんしまじろう、マジでしまじろうって何、トラッキーみたいな、トラッキーみたいなことやろ、しまじろうって、トラッキーみたいな、まあまあ踊るトラッ、まあトラッキーみたいな、ほんま、まあ、なんで映画とかやってるみたいな、あ、そうなん、ドラえもんみたいな感じですわ、あ、そうなん、要はいや、それはもうなびっくりしました、子供は、そうか、そういうトラッキーじゃん、しまじろうか、今はなんかやっぱ動物系じゃないですか、ね、うん、でもあれも、そう言っても子供もあれちょっと言うたら子供の中でも、うん、しまじろう、うわーってなってる中、うん、アンダーグラウンドなものに寄っていってる子供もおるわけ、それは言っておる、あれはすごいよな、3歳とか4歳で、うん、そのみんながうわあれ好きって言ってる中、違うとこ行くやつがもうおる時点でおもろいよな、あれは、それはその子の感じ、俺ヒーローショーとかやってて最後写真撮んねんで、ね、こうやって、はい、でもう俺もまあまあレッドになってたから、はい、ブルーやけどもリーダーの代わりにレッドとかなってる時でも、まあ一番前でこうするやん、はい、あとこうやん、はい、レッド、はい、レッド、ブルー、イエロー、はい、ブラック、グリーンとか、はい、まあ並んでいくわけやん、はい、ピンクとか、はい、ほんでまあで怪獣は写真撮影ないね、はい、でショッカーは一応そのちょっとこうショッカーと戦うところの写真も撮りたいんでみたいな感じでショッカー読んで、はい、こうすんねんけど、はい、ちょくちょく出てくるんで、そのショッカーに釘付けな、こうショッカーだ、もうガチショッカーだけ行くんで、そう、なんかこう、もう大体ね、100人おったな、うん、98人こっち来んねん、そうですね、普通はそうです、2人ぐらいな、ショッカーに、うん、で、まだそのショッカーを見る目がな、はい、もうその俺に来る、レッドに来る方は、はいはい、うわーとかでこう抱きついて、はいはいはい、来んねん、はい、でそのショッカーを見てる、大体男の子なんやけど、はいはい、見方は大体いつもはこんな感じやねん。こう、思慮深くというか、はいはいはい、すごい理解しようとしてるね、ショッカーのことを。すごいですね、だこういうやつが、まあ、そのうち、はい、そのアンダーグラウンドなのか、サブカルなのか、わからんけど、そういう風に育って行ってくれたらええなっていうのはあってん、そのバイトしてる時に。だからそのしまじろうに行ってる時にそのでスヌーピーにが負けるってちょっとどうなんやろな、全然ダメですよ、ほんまか、全然ダメ、スヌーピーその他何おったん、あとはなんかゆるキャラとか出る、ゆるキャラ何来とった、いやなんか分かんない、ゆるキャラも分からへんな、もういっぱい出てた、もうその多すぎてそれ分からへん、はい、分からへん、もしかしてゆるキャラ来たんじゃん、ゆるキャラ来ましたゆるキャラ、まあとはゆるキャラとは言えるよね、はい、まあその今のね、ちょっと待ってや、その大阪、はい、アンダーグラウンド、はい、若手としてはすごいね、
なんか若手待望論の中、はい、出てきたエースと言われてますけど、はい、まあ、ただの俺がもしこれを、はい、役所かどっかに発表するんやったら、はい、埴輪をかぶして、はい、でその中に入ってくれたら、はい、フナッシーに勝てるんちゃうかなっていう、ね、クスの両立世界平和です、はい、イエーイ、こんばんは、こんばんは、はい、その若手待望論の中出てきたっていうってすごいよね、うん、だって若手は探したもんね、いっぱいある中で、ラブソファーとかイベントとかでするだけじゃなくて自分でもすごい対バンとかするやんか、大阪で、はい、すごいいっぱいしたけど、その中でみんながやっぱりその今やクスの両立世界平和が、うん、やっぱ一番面白いよねって代表的なところでなってるよね、うん、それはすごい、だって一番最初見た時なんか、うん、ネギっていうバンド名の、はい、バンドしてて、ね、やってましたよ、それはな、もうほんまにな、まあ、そのクスがそのキーボード弾いて歌って、うん、でそのあとギターとかベースとかドラムとかある感じの、まあ、そのシティポップス的なあの感じをすごい漂わしてくんねんけど、そのなんかあのまあこんな言い方するのもあれやけど、なんかダサかって、なんかダサい、ダサいというか、なんなんやろなみたいな、そのダサいっていうか、まあダサいよねってダサいくはないけど、なんかなんかちゃうな、そう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 、でもそれは俺何回かそのネギっていうバンド見てんけど、はい、そのいろいろ考えてんけど、クスのにその火はないねん、でドラムにもないし、はい、ベースにもないし、ギターはややあるの、気が。ややややそれでもやややや。で、そのギターの子も今はすごいなんか垢抜けて、うん、なんかおしゃれな感じやねんけど、はい、そのまああれ、なんつうんやろな、あれ、はい、あれ、なんつうの、あれなんつうんですかね、あれ、なんつうのやろ、騙されてるんちゃうかなって思った、誰かに、こいつら、いやいやこういう、こういうのをやったら多分売れるでって、なんか騙されて教えてあるからお金払いやとか言って、はい、ありがとうございますとか言って月なんか20万ぐらい払って、でその年間その120万ぐらいを2年間ぐらい払ってこれやってるんちゃうかな、騙されてるんちゃうかなと思ってなあ、こんなのそのっていうぐらい売れそう、めっちゃ売れそうな感じのことをすごいやりそうな感じのことを、なんかすごいそれを騙されてそうな感じのことをそのこいつらがやってて、同じ世代だから、そのダサいっていうかそういうことやな、だからあれやっぱ騙されてた、あれ誰かに、あれ誰かにこれやった方がええでって言われた、いや、まあいろんな人から言われました、やっぱ言われた、言われましたけど、ほんま、ほんまやろな、今いろんな人から、やっぱ言われてるよね、あれは、言われることもありますよ、あのシティポップ、あのシティ感は多分言われな、できひんやつやね、あれは、いや、まあもうなんかっていうぐらい、意外とっていうか割と洗練されてるコード進行であり、うん、あ、そうなんですか、そうそう、で、良くないそれは実は強いですね、だからこれが難しいとかやな、音楽の、そうっすね、なんかいつだってビューリーフォー、ビューリーフォーっていうやつあるやん、はい、あれがまあシティポップさん、売れる売れる、はい、本当の、はい、いつだってビューリーフォーっていうそのシティ感はあれやん、うん、今で言う、うん、今で言うというか今現在、うん、ちょっとそうです、でその都会感あるやん、で、まあ、CM のあの CM もまあ、そのタイアップやからよりシティ感増すやん、はい、とかではない、なんかそのもうアンテナ全然立ってないおっさんらが騙して作らせたみたいな感じのちょっとねじ曲がってるそうそうそう、ちょっと、うん、なんか昔はすごかったみたいな人が
教えたみたいな気持ちやで、その人もその騙そうと思って言ってるんじゃないんだけど、俺は俺の時代こうやとか、お前絶対こうやで、そのちょっとまあお金お金もらうけどみたいなっていうのが、もうそれは言い過ぎやけど、そのそういう風に思ってしまうシティポップやったよな。難しいな、シティポップスっていうのは。シティポップスってやっぱあれやな、今なんかもうちょっとあれ、クスの今のジャンルはもうシティレゲエちゃういいんすかね、うん、シティレゲエちゃう、あれはシティレゲエって聞いたことないやろ、聞いたことない言葉、俺も今初めて言ったからでもあれはシティレゲエやと思う、はい、だからシティレゲエポップスみたいなことで、はいはい、もういけると思うめちゃめちゃ今めっちゃいい、今ないっすね、うん、ないやろ、はいいや、今日シティレゲエっていう言葉が、はい、あの言えただけでゲッツープリマやる意味あったと思うから、はい、うん、もう俺ほんまもう終わってもいいぐらいでもその今ほんまにいいねん、クスの両イズ世界平和、うん、でバンドはイズ世界平和バンドっていう、ちょっとなんかフライヤーで見たんですか、見た、イズ世界平和バンド、これな、クスの両イズ世界平和バンドやってんけど、はい、まあ、クスの両抜きたいっつって、伊豆世界平和バンドでいいですかっつって抜きたいってやっぱ自分の名前がやっぱグッとちょっと新鮮だったんですよ、そうそう、ちょっとやっぱり一応メールできて、メールだ、いやお前マジかみたいなまあ別に でも俺は大文字とかで自分でメールでやってみて、はい、あの大文字にするか小文字にするかは、はい、ちょっとまあ 今でもまあ若干大文字でもええんちゃうかなっていう気分もあるけど別に小文字でもいいんだけど、伊豆世界平和バンドって名前になって、このバンドはめちゃくちゃいい、ね、ちょっとな、今までなクッスンがなやった、まずネギっていうバンドな、あるやん、であとはあとボアム、リプルトン、トトナスっていうその架空のね、架空のバンド名だけ考えて俺に却下されたけど、この伊豆世界平和バンドはクッスンのその何ていうの、花が、はい、花がもう半端ないよ。もう出てきただけで、あ、こいつやっぱ花あるなっていう、っていうかやっぱボーカルってこうよねぐらいの感じで出てくんね。それってメンバー自体は世界平和バンドと出てるんですか。うん、だから世界平和、はい、あ、だからもう今からは伊豆世界平和バンドになってるけど、ちょっとアコースティックの時とフルバンドの時がちょっと 今まであったけど、それは多分これからもそうやねんな、アコースティックでする時もあるけど、でもまあ基本伊豆世界平和バンドやねんけど、そのベースの子とかはな、もう16歳ぐらいからしてんねん、俺はその子、世界平和バンドの別で知ってるってこと、別で、あのレゲエのあの現場で16歳からもおった子やねん。じゃあ結構その子がもう20離れてるってこと。いや、その子26ぐらいになってる。今僕の1個下とか24とか24か、そうそうそう、でも16歳の頃からめちゃめちゃすごい子やって、すごい話です。16歳で俺らのさ、10個も10以上離れてるような人らのレゲエとかのイベントにぐいぐい遊びに来て、僕ベースでやってるんすよとか言ってたから、うん、でもやっぱり 今その子がその伊豆世界平和バンド の、うん、あのベーシストで、もうその子がおるだけで、 あとはな、うん、めっちゃみんなな、うん、シティやねん、あとの子らは全体的に、あとのメンバーはそいつが唯一レゲエできるベーシストで、しまった、そう、そこでそう、複数の曲またレゲエじゃないから、はい、普通のポップス、いい感じのポップスだから、はい、でもそいつが思いっきりレゲエのベースを弾くことによって、その、なんていうの、でも言ったら、多数決で言ったら6対1やねん。6ポップスで、6人、あ、5人かな、あと5人ポップスやんねんけど、ベーシストだけレゲエするから、だから、その、ポップス6に対して1のレゲエが足すことによって、シティレゲエになって、これほんまに1重要っすね、重要、でもそいつがおらんかったら俺もう見に行かへんぐらいそのベーシストはやばい、
あの思いっきりサングラスかけてキャップかぶって、こうスタジアンとか来て、むちゃくちゃそのファニーなその B ボーイじゃ、うん、でもなく、はいはい、もう本当のファニーボーイみたいな感じで、はいはいはい、あのめっちゃ可愛い子やね。うん、演奏的にもうまいですか？むちゃくちゃうまい。あの他のバンドやってなかった？今まで、まあ、やってて、そのダンスホールのバンドとかやっててんけど、はい、なんかやめて、たまたまグッスンがキャッチしてその子。それめっちゃ熱い。熱い。それは俺は、俺もレゲエのバンドのベース弾いてたけど、はいはい、俺がまあ自分の負けを認めへんタイプやけど、そのもしこれがその、まあ、サッカーの試合で言ったら、はい、まあ、面白くなさそうやから、ね、例えんとこは。いや、サッカーちゃうかったね。そうだったですか。これが卓球やったとしたら、ね、卓球やったこれはでも卓球で言ってもこれはもうたどり着かれへんから、でまあもっとその角度を変えて、はい、何で例えたらいくっすここは。スポーツじゃなくてってことですか？スポーツはちょっともうええかな。スポーツが料理料理でいこう、料理でいこう、料理でいこう、はい、料理でいこうか、はい、だからもし料理で言うたら、はい、まあだから自分が食材で言おうかな、じゃあ、うん、任したと。ちょっと待って、そのいろいろ分かんなかったんですけど、聞いたかったんですけど。まあでももうちょっと浮かまんかった。はい、もう俺もクッスンと一緒にあのハニワになりたいときがある。ちょっとハニワかしそうな。はい、ラスト、はい。レギュラーコーナーサンデー神での曲解説。ちょっともうほんまにここまでやってきましたけど、はい、今。初めて聞くけど、はい、初めての今日のビューは何ビューやねん。52いける。すごいっすね。俺はなんかそのいけてる気がしてきた。俺今俺いけてるんちゃうかと思ってきた。その50ビューに関して俺は、はい、ちょ時間がない、はい、ないからやるけど、はい、じゃあクッスン今日はクッスンいてるから、はい、クッスンにどの曲を僕の曲で解説してほしいかを聞いてやりましょうか。はいはい、ま、前は何しました？前ちなみにラブストーリー、ラブストーリーと1個前が夜のベイビーもしてました。そうですね、夜のベイビーしたよね。はい、とラブストーリーはしたしました。以外で以外ですよね、僕が大好きな曲でもいいですか？いいですか？多分結構ご存知だと思うんですけど、天王寺ガール。天王寺ガール、はい、これし してないかな。あ、しました。天王寺ガールはなんかてない。他の曲の流れで。あ、やりました。あ、ほんますか。そうですね、じゃあ天王寺ガールやろうか。でもその改めて、はい、改めて天王寺ガールやりましょう。まずそのコード解説から聞くとまた C から始まります。とりあえず果てしなく俺は C から始まってるから、これもまず最初は一緒やねん。その説明はで、これ B マイナーね、 C B マイナー A マイナー、これこのあの成り腐ってもと同じコード進行、コード一緒ですけど、これが天王寺ガールになると、それを倍でやっていくと。始まるっていうこと自体が
もうね、なんつうか、もう吊り橋を渡るぐらいの危ういこと危ういことなんですよ、これは。だから、C から始まるとしたら、例えば、うん、例えば、平和 to the people やったら、はい、イエス、はい、君はのイエーってあるじゃないですか、はい、イエーはイエー、どうですね、イエー、イエス、はい、君は、これどうから始まる、C から始まってどうから始まる、これがまあ、まず普通、王道なんですよ。で、ずっと、例えば何くさってもらったら、ずっと、ずっとのずっとは、フューチャーやったら、うん、手をつないで手ドレミファソソね、はい、ソから始まる、これも普通、うん、ドレミドミソで始まってたら大体なんとかなるもんやから、これが天の字柄に変わるとは、うん、ダンスをっていうこの礼を来る時点で、うん、もうその何を考えとんねんってことや、そのあみたいなそのだからその志望校どこやねんって言われて、いやもうあの僕辻調理師専門学校行くんで、いやもう大丈夫ですとか言ってまう、進路指導で言ってまうぐらいのことや、その将来お菓子職人になりますとか中3で言ってまうぐらいのことや、めっちゃヤンキーやのに、いや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 、一回受けてみようみたいな感じになるやん、うん、これがまあ最初の、うん、ダンスをしてたのさ、君がダンスをしてたのさ、誰も知らないのさ、サビ始まりみたいな感じでサビじゃないっていう、わかりますかね、西田さん、サビじゃないっていうのは、これね、こう大体できることでまた、ラスバリーの前でこうA メロがいって、で天の字は君のステージさって来て、もうサビいきますよってなったら、普通最初に見せといたダンスをしてたのさ、君がダンってこうさっきサビ入りして、はい、A メロ B メロまたサビきますみたいな、うん、っていうのがまあ大体のね曲の物語なんですよ、うん、だからとりあえず君の好きな音楽が響くよ今夜は、レコードが回るフロア、今の君もファイヤーフライファイヤーフライ、ダガダガダガダダ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 から作ったんですけど、僕はこれサビのつもりで、ダンスをしてたのさ、じゃあ作って作ってね、メロディーガラス張りの前でって言って、君は楽しそう、ここまでね、もうその自分が本当に天王寺で見た情景は全部
あの女の子をね、ガラス張りの前で君は楽しそう、そうだね、メガネも外して三つ編み揺れてる。ああ、そうそうですね。これでも大体どんな人か分かったわけじゃないですか。もう三つ編み、ね、揺れて、メガネ外して、だからあんまりその、ね、その、おしゃれな感じじゃないですよ、その、うん、でも、それで、この、でも、この間も言ったんですけど、ほんで、この次、またこう行きたいところが、揺れ、三つ編み揺れてる天王寺は、一緒で行こうと思ってたんです、これが、はい、今みたいに何腐ってもと一緒で、でもこれはちょっと行きにくいと、なんかこうグッとこう ずっとこの天王寺はっていうのが、まあもうこれは仕方ないと、もう天王寺ここで言ってしまって、もうサビにとっておきなかったこの天王寺って言葉が B メロの頭から来ちゃったから、うん、ここはもう仕方がないということで、こう A マイナーで天王寺は君のステージさ、一人きりの君の正体、オーライオーヤス男子みんな様、出てくるんですけど、この、はい、本当はダンスをっていうサビはこうなる予定だったんですけど、はい、天王寺は君のステージさってこうピアノで作ってる時に、めちゃめちゃええやんこれみたいな、来たコード進行変えたくなかったけど、うん、変えたら天王寺、もうこういう感じで歌えるの天王寺は君のステージさ、一人きりの君の正体、オーライオーヤスってなったら、またなんか欲しいみたいな。じゃあもうその、俺のその作った時のイメージは、ダンシング・イン・ザ・サマー、エビバリダンス、君は手の字かっていうのは、その、これもイメージやねんけど、ほんまの、これはほんまのことじゃないんだけど、その、女の子も踊っててね、天王寺、はい、その駅前というか、まあ、駅のビル の、はい、そのガラス張りで、で、はい、サビは俺の中では、はい、その通行人もエキストラも全員一緒に天王寺の駅で踊ってんねん、はいはいはい、で、その子が主人公で、主人公っていうか、まあ中心で踊ってるイメージをがあんねん。だから Dancing in the summer, everybody dance, 君は天王寺かっていうのは、天王寺の駅前をみんなでこう踊ってる中、その子がこう踊ってるというのを言いたくて Everybody dance になってるんでね。でこれがその多分、まあ夏休みに見たんで、うん、あのまだやってんねやろなって、冬休みとかは何回もちょくちょく見ましたね、その子のこと。Dancing in the winter, everybody dance, 君は 100% っていうのは最後、あのカルロス・トシキさんからいただいてますけどね、やっぱ君は 100% それいただきものです。やっぱカルロス・トシキさんからね。もう最後にやっぱ、もう僕は1000人ぐらいで天王寺の駅の前をいろんな人が踊ってて、そのなんかそういうやつありやん、なんかあの
サプライズとかで街の人が踊っていってみたいな、はいはいはい、そういうイメージやね、これは、はい、最後はそのこれを何とかしてくれたのはカルロス・トシキ&オメガドライブですね、やっぱり君はシンプルセンターだから君は 1000% って言ったらもう素晴らしい、なんか分からんけど、いや、あの強風に落ちました。そうやろ、なんで多分あれやろうな、それあれや、なんかいただいた気分かなっていう、まあ、ジョン・レノン大先生からパワー・トゥ・ザ・ピーポーいただき、はい、カルロス・トシキは、まあ、大先生っていうか、うん、カルロス・トシキおじさんからは、うん、君は 1000%、まあ、その作ってる人は違うけどな、カルロス・トシキさんじゃないけどね。でも杉山清隆のオメガドライブが、はい、杉山清隆さんが辞めて、はい、次もうどうすんねんってなった時に、はい、あんなカルロス・トシキみたいな人、ね、みたいな選ばれると思わへんやん、うん、そのちょっとハーフというか、うん、あれはあれでまためっちゃ良かったよね。だってあれほんまに今で言う君をレーテルトラベル戦楽団が君を辞めますわってなった時に、うん、誰入んねん、誰どうすんねん、どうすんねん、もうやめんのかなってなった時に、うん、なんかそのハーフの、うん、ちょっとこうエスニックでもあり、うん、そうですね、フェミリーな感じのね、そうですね、ことなんか日本ブラジル人なのかな、うん、入れるわけやからやっぱりかなりいっちゃいますもんね。その人が言う 1000% はやっぱり、うん、ほんまに1000% だと思ったし、それいただいたってとこやね。で君は 1000% で、友達にも喋らないですね、誰とも別に嘘はついてるわけじゃないんですけど、うん、なんか女の子喋りかけてられてるのを見て、あのさ、何々その今日どっか行かへんみたいな、いやちょっと無理やろみたいな言ってるけど踊りに行くんやろって俺は思って、俺は見たぞ俺はみたいな、まあ、そういうモヤモヤしてるところを、まあ、ここでいやちょっと無理とか言ってたからあもうそんな絶対踊りに行くやろそれはって思ってたよ俺は。だから友達に嘘をついて君を踊り来るのさ、ほらおやすたしいんだ様ってなるな、これは。だから今日いろいろ説明して、うん、まあそのコードがまあちょっとまあ多少動いたけど、うん、それによってまた新しいサビが生まれて、クスン、クスンどう思ってた、この曲にちょっと感想を聞くと、今の曲解説に感想をもらえる最後に、あの 1000% が分からなかった、ずっと先まずカルロス・トシキさん知ってる、いや、あの名前は聞いたことあるんですけど、でそのメロディーも聞いたことあるんですよ、あるなんか親がなんかが入れてそんな感じですよね、全然もう俺、だって俺が小学生やったからね、そうです、僕もそんな、なんか繋がったな、じゃあそうです、そうです、やっとこのやっと意味が分かりました、俺のモノマネがあの聞いたことある、むちゃくちゃ俺は似てると思ってやってるけど、はい、これも一回 YouTube 見て一回見た方がいい、一回その自分なりのそのこのモノマネの特典をちょっとメールしてほしい、はい、あ、わかりました、もう一回覚えてて君は 1000% これは俺もうめっちゃ自信ある、俺は小学校からやってるから、マジこのモノマネカルロス・トシキが出た瞬間から俺もやってるから、このモノマネ見ときます、見ときます。でもちょっとその月日が経って、はい、ちょっと俺のモノマネはそのいろんな思いが入りすぎてる場合あるけど、ちょっと濃い、うん、もうグッと詰まってる、もっと小3の時は上手かった可能性もあるまあそういうわけで、はい、じゃあ最後に、サビ歌って終わりますか、はい、Dancing in the summer, everybody dance. 君は手の時間。
俺が東北行ってるから、はい、まず来週も普通にあります。月曜プリマクスの良い世界平和 Thank you